鹿児島大学教育学部附属中学校。鹿児島大学教育学部附属中学校。鹿児島大学教育学部附属中学校は、鹿児島県鹿児島市小里り一丁目にある国立の中学校。鹿児島大学教育学部の附属学校である。豊かな心を育む生徒、京大学級、開校記念日である5月1日前後に行われ、鹿児島市役所前の港、 大通公園から吉野公園までの往復約2 0トルを完歩する。公園では生徒会本部を中心に新入生を囲む会が開催される。その後、学年ごとの時間が設けられ、1 2年生は縄跳び、3年生はフォークダンスをする。その後は生徒会主催の綱引きも行われ、兄弟学級対抗で勝負する。帰る時には環境委員を中心に、 ゴミ拾いが行われる。設営コンクール、各学級の広報委員2名を中心に、短い期間で、どこのクラスが優れた設営を作ることができるかを競う。印刷された字などをそのまま貼り付けるのは禁止なため、レタリングという高度な技術が一人数とに求められ、ほとんどの人が苦戦を強いられる。ひどい人では10回以上も書き直しをする人が出てくる。デザインだけではなく、補強具合や、 色合いなども問われるため、バランスが非常に大切になってくる。また、設営に強いこだわりを持つ先生が数人いるため、やり直しをさせられる学級、グループもたまにある。例年、前期前半終了直前に行われ、競技はバレーボールである。大会に、3週間前になると、昼休み、放課後は、強制的に、バレーボール練習となるため、校庭には、 全員がバレエをするといった異様な光景が広がる。体育委員が中心に運営等を行う。1年生は男女混合のチームだが、2、3年生は男子と女子でチームが分かれる。各学年、中学校の体育館と大学の体育館の2カ所で並行して行われる。運営はすべて生徒会が行い、兄弟学級対抗である。 優勝には競技優勝と応援優勝の二種類があり、競技優勝は競技の結果から、採点、応援優勝は座席で待機する生徒や応援団の応援態度や運動会中の各所に設けられている応援合戦の様子から採点される。効果にもある若き高は全男子生徒、若き花は全女子生徒による伝統ある名物競技となっていて、大切に引き継がれている。特に、 若き高は、男子が上半身裸になって棒倒しを行う。競技で危険だとされるが、反則行為等のルールの確認が、全男子生徒の中でなされていて、練習の段階でも、生徒会本部から、細部まで注意するよう指示がなされるとともに、ここまで受け継がれてきた伝統のことの重さを語っているため、大きな怪我はここ数年起きていない。若き花では、無カで競争が行われる。 平成27年度競技、白応援、白平成28年度競技、白応援、青や山サザンホールを借り切って行われ、舞台発表と総合的な学習などの作品展示がある。平成28年度からは、鹿児島市民文化ホール第一を使って行われる。この学校では、生徒会とは約600名全生徒のことを指し、 一般的生徒会のことを生徒会本部と呼ぶ。活発な活動を行い、各学校行事から生徒長会、大限会まで本部が企画書の段階から全て運営する。年に一度5月全生徒による生徒総会が行われる。ここでは決算、予算の承認や本部や委員長による事前に設定された議題にての説明。 それに対しての非常に活発な意見交換などが行われる。選挙は9月。生徒会本部は、政府生徒会長、制服書記長、制服企画委員長、教養部長、特育部長、保健体育部長、情報部長の、計10人で構成される。役職ごとの優劣の差はなく、10人全員で活動している。主な活動場所は2階の生徒会室になっている。 また企画書のデータ化が平成28年度に行われた。不益と流行を意識した行事の改善等も言っている。生徒会本部が担当するもの、常時活動、全校、生徒長会、大議員会、専門委員長会、旗の上げ下げ、朝の挨拶、当直引き継ぎ、当直の点検。行事。生徒会プレゼンテーション、遠足、生徒総会。 リーダー研修会、運動会、文化祭、生徒会目標作成、卒業生を囲む、会、卒業生が師匠、タンホイザー更新局の兄弟学級、全体練習、壁画制作、生徒会目標、平成28から29年度、2009年度から試験的に3学期制から2、学期制に移行した、教職員の出勤や、 生徒の授業の効率化を目指して行われる。女子生徒の髪留めのゴムやピン、全生徒の髪型などの指定があり、抜き打ちもしくは事前に予告した上で、特に行事前などに、みなり検査という名で検査が行われることもる。登校靴や室内用シューズは、学校指定のものを履く。年に5回、府中生活確立週間というものが、学習委員会、 生活委員会が連携し、中心となって企画運営し、基本的な学習習慣や生活習慣の徹底や授業態度の向上などを目的として行われ、毎回生徒の課題を解決するために学習面、生活面でそれぞれ重点項目が決められ、両委員会ともに工夫した活動が行われている。従来学習面。 生活面それぞれの面で2つ決められていた重点項目を、不中生活確立習慣の質のさらなる向上を目指し、平成28年度第3回不中生活確立習慣より重点項目をそれぞれの面で一つずつに絞ることとなった。サイレントゾーンというものが存在しており、研究室前、1階フロア、会議室前がそれにあたる。サイレントゾーンとは、 来客の方や会議中である、先生方、保健室で休養している人などに気を配り、静かに過ごすスペースである。そこでの無言歩行、無言移動の徹底なども、生活委員を中心に行われる。昼休み終了時や、運動会練習時など、たくさんの生徒が一斉に移動する際には、生活委員が自主的に、サイレントゾーンに立ち、無言歩行。 無言移動の徹底が行われることもある。なお、全校、生徒町会時には、全生活委員が、所定の場所に立ち、生徒のサイレントゾーンへの意識を高めている。授業前は、学習委員と生活委員が中心となり、生徒の2分前着席、1分前目送が行われる。休み時間と授業時間のメリハリをつけ、授業に集中して臨むことを目的としている。 中学生の模範となることを目標として課しているため、公共交通機関の一般の乗客などから、交通マナーなどに関しての苦情の電話が入ると、ひどい場合は、全校生徒、もしくは該当する学年、該当する交通機関を利用する生徒を対象として、集合がかかり、全体指導が行われる。これについては、生徒の力で改善しようと、平成28年度からは、 生徒会本部の特育部を中心に交通マナー改善に向けて様々な取り組みを検討実施している。その他、校内で起こった高速違反などに関しても全体指導や連帯責任という名目で当事者以外の生徒にもペナルティが課せられることがある。この学校の伝統の一つとして府中体操がある。この体操は体育科の授業や 運動会の準備運動として行われるオリジナルの体操であり、新入生は入学直後にこの体操を覚えさせらる。また、普中ストレッチと呼ばれるものもあり、これは運動会の時にだけ行われる。体操を覚える中でも、この学校の校風である、兄弟学級、例えば、青組は1から1、2から1、3から1の間で教え合う。全学年、 体育科の授業が始まる前に必ず行われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。